はーい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。また、個人防衛戦の季節がやってまいりましたね。で、多分サムネにしてると思うんで、今日何をするかね、皆さんお分かりだと思うんですけど、今回はね、死ぬほどチャレンジングな企画ね、やっていこうと思います。それが、高速放火なしでパーフェクトチャレンジまでね、やっていきたいと思っております。これはマジでね、過去一でチャレンジングだと思う。さすがに高速なしでやったやついねえと思うのよ。今日はね、頑張っていきたい。で、それ本当にできるのかって話なんですけども、一応作戦はあります。で、それが、まあ、重装騎兵ですね。こいつをうまく使っていくって方法です。まあ、今回のね、編成はこんな感じをしようと思っていて、まあ、ジプシー、シンジ、シャルロットみたいな編成で、まあ、ここにね、重装騎兵を置いてあげます。で、これによって、まあ、重装騎兵は、まあ、攻撃速度のね、バフがついたチップを取り付けておりますので、この重装騎兵で相手の1とマス目をまず衝撃で壊滅させ、で、相手1マス目が消し飛べば、まあ、相手の攻撃を受ける前にこう1マス目の攻撃をすることができるので、まあ、そこで相手に致命的なダメージを与える。で、そして、相手のね、ユニット数が減ってしまえば火力が減るので、まあその攻撃を耐え切って、この2体目のギャルフォルでとどめを刺すっていう、まあそういったね、まあ寸法ですね。で、ジプシーとシャロットは同時編成してるので、火力もね、めちゃくちゃ出ますので、まあ通常攻撃も強いですし、で、追撃としてジプシーとシンジで2体いるんで、その追撃が、重装騎もしくは1マス目、まあこの時に発動して相手にダメージを与えれば、そこでまたね、相手の火力を削り切ることができるんですね。で、その辺がうまいこと活躍してくれればね、全然ね、いけるんじゃないかなという、まあそういったね、期待を持ってる感じですね。で、さらに万が一、まあ全然ね、削り切れなくて攻撃受けたとしても、まあシンジの鉄壁とかで、ね、耐久も上げているので、パン、それによって、なんとか、まあ1ユニット削らずに耐え切ることはできないかなという、まあそんな感じですね。で、正直どうしてもね、まあ運の要素は入ってくると思うので、ね、あとはね、天に運を任せる感じになってしまうんだけども、今日はね、まあこれでやっていきたいと思っております。で、さすがにこれはね、かなり、まあ厳しいチャレンジになるので、まあ今回こそね、初めての失敗、まあパーフェクト逃しあるかもしれないですね。まあそんだけね、報酬が結構減ってしまうんですけども、まあそれね、致し方なしとしましょう。やはりね、チャレンジしてなんぼだと思うので、頑張って参りたいと思います。じゃあね、早速やっていきましょう。よーし、始めていきましょう。いや、しかし、高速放火なしでこのボタンを押すのめっちゃ怖えわ。設定ミスしてんの分かってて押すみたいな感じだもんね。でも今日はこういうね、チャレンジなんでやっていきましょう。ゲイ開始おいさあ、頑張っていこう。でね、今回に関しては正直ね、もう25ウェーブだけじゃなくて、24とか23とかも普通にめっちゃ怖いんですよね。うん。なんかね、スムーズにその辺もパーフェクト取れるって限らなくて、もしかすると、まあ、その辺でね、普通に削られて、パーフェクト逃すとか全然あると思うんですよ。なんでね、それがめちゃめちゃ怖いんですけども、なんで今回はあえて、25ウェーブを超えるまで先方を一切見ないっていうね、方でやっていこうと思います。じゃないと、なんか25でも負けちゃってたら、もうその時点でパーフェクトがないことがわかるんですよ。で、それちょっとね、興ざめしちゃうので、まあ、今回あえて最後の最後、25ウェーブが来るまで結果は見ない。で、最後の最後でね、結果を全部確認していくという風で、ね、やっていこうかなと思っております。さあ、いけるのかな？さすがに厳しいかな？頑張ってほしい。さあ、24ウェーブがやってきて、次がついにラスト25ウェーブですね。で、これまでどうなってんのか私はもう全く知らないです。なんで、ひょっとしたら、もうすでにパーフェクトが無理ゲーになってる可能性もあるんですけども、祈るしかないですね。で、まあ、さすがに今回めちゃめちゃ怖くてね、やっぱり、まあ、シンジとかジプシーのスキルが発動したかどうかっていうのと、あと、そいつがね、いい感じのとこに当たってるかどうかっていうのは結構左右しそうな気がするんですよね。なんで、もし、まあ、25ウェーブね、めちゃめちゃ運よくね、まあ、それがいい感じに当たって、まあ、ノーダメージでね、クリアできたとしても、24ウェーブや23ウェーブが同じようにクリアできてるとは限らないんですよね。なんで、今回はね、25ウェーブだけじゃなくて、その辺もね、ちゃんと確認しなきゃいけないっていうのがなかなか怖いとこですね。ただね、相手の火力が結構思ったよりヘボいんじゃないかっていう、その予想もあって、で、今まで昔はね、エビルマシーンめちゃくちゃレベルも高くて、ダイスも多くて、火力やべえってなったんですけども、バフが一切入ってないんですよね。なんで、いかに、まあ、エビルマシーンの高レベルのね、ユニットとはいえ、バフがなければ全然ダメージ入らない可能性なんで、案外ね、めちゃくちゃ余裕でパーフェクトできるじゃん。っていうのもあり得るかなって気がするんですね。なんで、まあ、運悪くね、あまり削りきれなくて、相手の攻撃をもろに受ける形になってしまっても、まあ、シンジの鉄壁とか使ってね、うまく耐え切ることができればね、パーフェクトあり得るかなと思ってるので、まあ、そのあたりにも期待したいところですね。いや、本当お願いしますという感じ。いや、これ本当に久しぶりにめっちゃ怖いわ。一マス防衛の時もなんかいけるやろうっていう感覚あったんやけど、今回だけはちょっとね、本当にいけるかどうかわかんないんで、いや、結果見るまでドキドキですね。さあ、運命の時がやってまいりました。あと3秒でラストウェーブがやってまいります。
さあ、結果はどうなるのかお願いします。はい、来ましたね。で、まあ勝ちはしてる、さすがに、ね、だけど、まあ無傷かだかっていうところなんですけど、また前回と同じようにね、結果を見ずにリプレイを見たいと思います。そっちの方がドキドキできるんで、なんでうまいこと画面をちょっとね、物とかで隠しながらちょっとリプレイボタンを押したいと思いますね。はい、よし、マジで見えてない今。じゃあリプレイ押します。はい、さあどうだ、いけたか。まずは重装騎兵で1マス目を壊滅させるのも絶対条件よ、これ。頼むわ。ちょっと待ってね、4倍にしたい。4倍にして、バーが入って、ここ、いけ、あ、余裕重装騎兵積んよで、あ、これもう余裕じゃね。てか、え、火力エグすぎ、予想の10倍ぐらい余裕なんですけど。えんぐ。あれか。あの、陣形とかでさ、火力めちゃくちゃ上がったから、ものすごい余裕だったね。え、こんなんなん？ちょっと他の英語を見てみますか。24。あ、余裕ですね。これも同じ感じかな。まあ、間違いなくこの重装系で一撃で相手を消し飛ばすことはできるんですけども、毎回ジプシーが発動してくれたのか、それと通常攻撃で余裕だったのかっていう。でも通常攻撃でも余裕っていう火力だったね。まあ、これ余裕でぶっ倒すじゃん。で、ジプシーが発動してこう残るんだけども、うん、余裕だね。強い今。まあ、ジプシーとシャロっていうのね、火力はエグいっていうのもあるんだけど。え、こんな感じなんだ。で、当然23ウェーブとかも余裕だし。ちょっと待って、もう一回見よう。マジで、通常攻撃の火力がとんでもないね、これ。これ一応、念のため、神事入れたんだけどさ、これ神事いなくても余裕だったんじゃないかっていう。まあ、これでも消し飛んで、まあ、これでね、スキルで相手を消し飛ばせるのはめちゃくちゃいいんだけども、この通常攻撃でだいぶ削ってね。まあ、でも、相手4体しか残ってないからね。なんで、ま、倍ぐらい入ったってもとこんなもんなのか。もうこの時点で6体とか残ってないんで、超絶余裕ですね。で、当然、ジプシーの攻撃を耐えるわけもなく、相手がもう一瞬で消し飛ぶという感じですね。はい。え、クソ余裕なんだけど。想像を超えてきたなぁ。ということで、これは問題なく、パーフェクトですね。いや、ちょっと本当に、なんだろう。予想を超えたね。もっとめちゃくちゃギリギリいけるかいけないかぐらいの感じだと思ったのに、こんなに余裕だとは。いやー、インフレってるねー。やっぱ陣形とかね、火力でかいのかな気するね。やっぱり猛虎陣形とかも入って、ね、火力上がってますし、ね、突撃陣形と鉄壁陣形両方入ったりとかね、いろいろあるので、まあその辺でのね、火力増強っていうのも結構あったのかなって気がしますね。まさか高速なしでも余裕だと思わなかったけども、まあいけましたね。よかったです。ということで、個人防衛戦は、現段階では、高速なしでも余裕で勝てちゃいますということですね。いや、次回はもうあれかな、もう重装騎兵すら言えずに、高速なしみたいな。なんで、相手の攻撃を一回耐えなければならないっていうぐらいの感覚しない、ちょっと余裕すぎますね。いや、まさかこんな感じとは。いや、本当にね、さらに個人防衛戦が余裕すぎるんで、少しね、レベル上げてくださいという欲求が高まったところであるんですけどもね、まあ、この難易度が続くのであればね、また次回、より高レベルのチャレンジのね、やっていきたいなと思いますね。いや、結構いろんなね、欲求はあってさ、まあ、SRAU だけやってくださいとか、あるんだけど、マジでこれ高速ありなら、もう英雄なしとかでもいけるんじゃないかっていうレベルで余裕ですね。さすがに英雄なしだときついのはな、多分、10分の1ぐらいになっちゃうと思うんで。ただそれをチャレンジしてもいいかなって思えるぐらいの、なんか余裕さでしたね。いや、レベルは上がりましたね。まあ、とりあえずね、報酬が減ることも覚悟したんですけど、まあ余裕でね、パーフェクト取れてよかったかなと思いますね。はい、という感じで今回は高速効果なしでパーフェクトチャレンジという内容でございました。ぜひ皆さんもね、面白いチャレンジとかありましたら、いろいろね、やってみてください。じゃあ今回はね、こんな感じで終わろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。